こんにちは今日は読書についてお話ししようかなと思います。これは私はですね、いかなる時でも本を読む、読書を欠かさないようにしています。まあ、毎日何かしら読んではいるんですけど、まあ、その一日一冊読み終えるっていうわけではなくて、その一冊をま例えば二日なり三日なり読む時もあれば、一、まあ、日に五冊とか読むという,いう時もあります。まあ、本の内容だったり、その時間だったりするわけなんで、時間の関係だったりするわけなんですけど、 まあトータルで月で考えていて、月でまあ3月だったら31冊以上と、31日あるんで31冊以上というところをまあ自分の目標にしてはいます。まあ、冊数が全てじゃないんですけども、その記録しておくっていうのも大事ですし、それを意識するっていうのも大事ですし、だから慌ててですね、間に合うように読むっていう時もあります。で、その冊数自体は、そんな、 意味はないんですけども、まあ、1日1冊以上のペースっていうのはネタにもなるんで、まあ、そこを私のラインとして考えているというわけですで、まあ、これを2008年は2008年からちょっと本を読み始めて、まあ、2007年に独立してから読み始めてで2008年もちょっとずつ増やしていってで2008年11月から記録を始めてっていうのでやってます で2009年からは365冊以上というのはずっとうう超えてきてはいます。まあ、ただですね、その前、2007年以前は本を全く読んでなかったんですよ。その時34歳でしたけどもうほ、ほぼほぼ読んでなくてですね、本は本当にううこんなもん読むかみたいな感じではあったんですよね。で、漫画とファミツーって今も、ファミツーって今もあるんですけど、ゲーム雑誌とサッカー雑誌。 でちょっと前は F1 雑誌とかしか読んでなかったです。まあ、それぐらいしか読んでなくて、さすがに独立するとです、ね、なんかいろいろ勉強しなき,なきゃなと思って、営業もそうだしっていうのがあって、その本を読み始めました。まあ、それで今に至ってます。だから人生トータルの冊数なり読書量で言うと、まあ、全然少ないのかなとか思ったりはしますよね。まあ、それはそれでもう過去は取り戻せないんで、まあ、これから読んでいけばいいかなみたいな感じで考えてます。 でその記録をちょっと画面の方を切り替えて、ネット上に記録して、これはもう外に明かさないで、私だけの記録としてもうやっているだけです。このブクログっていうサービスで。でその冊数については、このプロフィールのところにこうやって書いています。でこのブクログっていうサービスの特性上、再読ということで、例えば2009年に読んだ本をまたその後読んで、読んだっていうふうに登録すると、ここが減っちゃうんですよね。 でそ,うそういうちょっと事情もあって2008年はこんな感じで48冊で記録始めたのがこの辺なんでこの前に100冊ぐらい読んでたとしても365冊は行ってないんですけど2009年はここのブクログ上ではこんな感じで358ではあるんですけど365冊読んではいますでどんな本読んでたんだっていうので見るとあなんかドラッカーとか読んでますねドラッカーとか読んでたり なんか懐かしい本があるなっていう感じではあるんですけど、まあ、こんな感じで読んではいます。で、最近だと2023年であって、2023、あ、2023、1年か。1年でいくと391冊って感じですね。で、この時にですね、本当に2月にちょっと減ったっていうのがあったんですけど、去年の2月。まあ、今年はなんとか2月31冊で3、 1>, 1月32冊で,で、3月は今日が収録しているのが3月21日なんですけど、今17冊で、まあ、ちょっと4冊ビハインドみたいな感じにはなっています。で、まあ、なんでこんなことしてるのかっていうと、本読むのにも時間かかるし、お金もかかるわけですよね。まあ、なんでかっていうと、効率的だからですね。本1冊に込められてる情報量ってめちゃくちゃ多いし、濃いかなと思うんですよ。だから、ちょっとまた画面の方をすると。 その本を読むっていうのはめちゃ効率的ではあるんででさっと読めるじゃないですかなんかセミナーとかその方に会いに行きたいって言ったらなんか調整もあるしそういうの募集してないかもしれないですけど本をさっと買えば、まあ、Amazon で当日なり翌日なり、まあ、時にはその翌,日翌々日なりに届いて Kindle だったらもうすぐダウンロードできるわけですよね。 でそれでで読むことができると。がきる私も本を書いている以上やっぱりその本,本っていうになると、まあ、これ人によるかもしれないですけどやっぱ全力出しますよね。全力を出して書きますしそれを1冊にこうやって200ページ300ページにまとめるわけですよ。で、ね、それを今まで例えばこの本でいうと私がこれまでやってきたものですとか今持っているものっていうのを全力で注ぐわけですよね。 もうこ,れこれ以上のものも出ませんみたいな感じで出してます、まあそうやって、うん、手,を手を抜いてしまうと売れない本になりますしまたその本を出せなくなるわけですよね。で幸い今も本を出せて本を出し始めたのが2010年からなんですけども,も2010年から毎年本を出せているっていうのは、まあ、そこで全力を出して、まあ、全力を出すとですねデメリットもあって。 <laughs> 燃え尽きてしまうというのもあるんで、じゃあ、これ似たような本を書いてくれって言われたら無理なんですよ、経理の本はもうこれだけしか書けないなっていうのはあるんで、もう今回、それで、まあその3年、3年ぐらい経ったら、ちょっとまた違う角度から書けるかなっていうのはあ,りあったりはしますけど、まあ、少なくともその本を書いた後とっていうのはもう、もう書けないですよね、これは税理士業務という、税理士業務という枠内で書いた本なんですけど、これが一番、まあまあ、これが最新刊ではあるんですが。 それぐらいやっぱり私は全力出してはいますかね。でそういったそれぞれの方がそうやって書いた本っていうのはもう宝ですよね。でそれを読んで,でその書いてあることを実践してっていうことをやればいいのでその効率を考えて読書にしてはいます。だからセミナーはそんなに月に、まあ、1回2回、まあ、多くて3回とかですね3回4回週1回ぐらいではあるで 本に関してては毎日触れていると。まあ、ちょっとした時間に n ンドルで読んだりっていうのはしてますしエレベーターもそうですしエスカレーターもそうですし、まあ、待つのは嫌いなんですけどどうしても待つ時間ってありますよね。でレジなんかには待たないんですけどもちょっとした合間っていう時に、まあ、電車に乗ってる時ですとか、まあ、そういうところで本を読んだりで自宅でちょっとまとめて読んだりなんかこう調べたいことがあったらそれに関して読んだりっていうことをしたりしています。 でそ,それが、まあ、結果的に効率的になるんでそこに時間を投下しているってところですね。で本を読んでるとそのなぜ効率、まあこ、本を読んでいて効率的になる理由のもう一つのものがあってそれはなんか目,目を鳴らしとくみたいなのって大事かなと私は思っていて、まあ、常にその <laughs> 運動してるみたいな感じですね。その目,の目を動かしておくとか本インプットっていう流れを作っておくっていうのは 非常に大事かなと思ってます。まあ、常に体温めておくみたいなイメージで、まあ、これは私のイメージですねだから私はその速読といわれるものができているかどうかではあるんですけども、まあ、それなりに冊数を読んではいるんでその活字に目が慣れてるって感じではあるんですよね、まあ、それをプラスゲームもやったりはしてますけどもそうすると何か調べたいなとかいう時でも、まあ、ネット上で検索した時にもさっと情報が入ってくるっていうイメージはあるんですね それは日頃から鍛えてるからであって、日頃からこうやって目を鍛えてるというイメージですよね。でそうすると、情報接収集能力、まあ、どう情報インプット効率が上がれば、まあ、それは効率的ですよね。同じ情報もさっと見ることができるんで、だからネット上の情報も私は日々見てはいますけども、まあ、500から500、600ぐらい目を通して、な本文は見ませんよ。あのフィードリーというので、 タイトルだけずらっと見てで、必要あれば中身読んだりしてますけども、そういうことができたりするのも、でメールなんかも、まあ、一応 <laughs> 返信は早い方だかなと思うんですけども、それはです、ね、メールをさっと見て、それをさっと収集してると、インプットしてるからでもあります。 これは新しいことをやるときもそうで、まあ、説明書とかを見読むっていうのがいいのかどうかっていうのはあるんですけど、まあ、例えば新商品が出るってなったときに、パッと見て、それで判断して、もちろんその分野に詳しいっていうのはあるんですけども、それを判断して、買うか買わないかっていうジャッジをするっていう、まあ、そういうふうな、そういうことができるように鍛えてはいます。それが全体、人生全体を効率化するかな。 本を読んで知識を得るだけじゃなくて目を鍛えるというところですね。で3つ目っていうのがまだあってこうやって本を出すっていう時にやっぱり本を読むって大事なんですよ。え、こういった YouTube で発信するとかブログで発信するっていう時にそのネタをえネタをそこからもらうっていうよりも何か刺激を得るって感じですね。この脳,脳にこのイメージとしては針をプシュップシュッシュッって刺すのが読書だと思ってるんですよ私は。 でそれをこの刺激を入れることによって、あ、自分だったらこうするなとか、あ、これはちょっと違うんじゃないかなとか、あ、これはなるほどなとか思ったり、でも,ともちろん、インプットしたものをそのまま出してしまうと、単なるパクリになるんで、そうならないように、刺激を得た後に、それをどう料理するかっていうのを考えるんですとかで、刺激を得て自分がそこでひらめく分には、それはオリジナルではありますんで、まあ、そういったものをこのまたひたすらメモしておいて、でこういった YouTube で出したり。 これを本に書いいいたりっていうことうははしてはいますだから、こういう、このインボイス対応版の一人社長の経緯の基本を書くときも、これ最初に書くときも、今回書くときもですね、これ都合4冊目なんですよ。4, 4, 4バージョン目ですかね。さあ、四バージョンじゃない ?3 バージョンか。3番0目なんですよ。最初に出して、2014年に出して、で、2016年に新版を出して、 で、2023年にインボイス対応版っていうのを出したっていう感じなんですけど、まあ、この一人っていうキーワードがついていたり、で、この経理っていう、もう一人社長ってねこれ、これが最初だったと思うんですけど、まあ、似たような方が最近出てますけども、この経理ですとか、この,このインボイスっていう、こういうキーワードで、もう全ての本は読んでるつもりです。だから、1日1冊のペースで読むと、そういうことができるんですよね。で なその全ての本というと、おおと思うかもしれませんけども、そんなにないんですよ。そんなに数ってなくて、じゃあ、インボイスの本がじゃあ3000冊あるかというと、ないわけですよね。で、経理の本がそれだけあるかというと、経理の本はあるかもしれないんですけども、なるほど。ねその 分野によっては5冊しかないとかそういうものっていうのがあったりもするんで,でそれは一通り目を通しておいて世の中に存在する本がどういうものがあるかっていうのはその読者の中で私は読書の中で掴んでますでそう,いうものがそういうものを把握した上でちょっと違うもの一石を投じる必要があるんでちょっとその辺りと変えていくとで研究してそこと違うものを出していくとでその辺りと全く同じものを出してたら まあそこそこ売れるかもしれませんけども何か意味がないですよね同じようなものを出して売れたとしても、えー、何かしら自分の自分の違いなり強みっていうのを出していかなきゃいけないんで、まあ、こ,この分野も、まあ、そんなにないって言ったらないんですけど、まあ、税理士の仕事の仕方みたいな本はやっぱり載ってるわけですよいや法人税がどうのこうのとか消費税がどうのこうのとかですね確定申告はどうのこうのみたいなただやっぱそういうのって うんまあ、いい意味ではない教科書ですよね。教科書なんで、その教科書通りではなくて、じゃあ生きたノウハウってなると、なかなか出てないし、その本でそれを出すって、まあい、一定の勇気はいるんですよね。勇気と言いますか、思いっきりと言いますか、あこんなこと書いて、こう言われたらどうしようとか、間違ったらどうしようみたいなのがあるんで、だからそこをどれだけ責めれるかっていうのは、日頃のインプットなり、日頃のアウトプットで、まあ、やってはいますけども。 そのインプットでやっぱり大事なのは、うんまあ、全部目を通しておくっていうのが大事かなと思いますよね。じゃあ一冊一冊の本を全部つぶさに覚えてるかっていうとそういう必要はなくそのポイントをつかめばいいわけではあるんでその200ページ300ページの中で何が重要かで私の目的としては自分のアウトプットのためのインプット師匠の刺激ではあるんでその刺激があるところをパッ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 読んでいけばいいかなとか思うんですよ。 正直それなりに生きてくれば知識スキルで全く新しいものってなかなかなくなってくると思うんですよでそういう新しいスキルを求めるっていうのも大事なんですけども自分が持ってる知識スキルをブラッシュアップするっていう意味でその刺激を入れていくっていうのは大事だと思うんですだから私はひとまずその経理ですとかですねその <laughs> 税金関係 インボイス関係というのは、まあ、ひとまず一通り抑えているつもりなんですけども、でその知識を得るという意味ではなくて、刺激を得るという意味で、まあ、そういった本を今もやっぱり読み続けてはいます。まあ、この税理士関係の本もそうですし、IT 関係の本もそうですし、まあ、この YouTube のテーマである効率化なんかもそうですね。で、まあ、外にあんま出してないんですけど、今日ちょっとチラ見ということで、チラ見ということで最近、最近読んだ本にしますか最近何読んだ にしますか最近読んだ本でどんな感じの本があるかっていうとちょっとここの2行だけお見せしますけど、まあ、こういう税理士関係の本ですとかこのアニメを仕事にっていうのは、まあ、アニメに興味あるっていうのもありますし、まあ、お客様でアニメ関係の方がいらっしゃるっていうのもありますし、まあ、あの何か仕事にするっていうのは類推してめちゃくちゃ何でも学べると思うんですよ。 自分の業種じゃないからダメだっていうわけではなくて、この業種ではこうやってるのかって、ああ、なんかそれ取り入れようかなみたいなのがあったりっていうのがよくあるんで、私は異業種の本っていうのは結構読んでますね。まあ、そういう意味で言うと、こ,のこれ税理士向けの本なんですけど、で、コテコテの税理士向けのところもあるんですけど、そうじゃなくてそうやって類推して学べるところもあると思いますんで、まあ、こういうのもお読みいただけるといいかなと思います。で、まあ、この飛行機写真は、これもう、これは。 実際、その写真の仕事に役立てるためっていうので、知識、スキルみたいな感じで読んでますかね。あとはまあ写真で本を出すんだったら、こんな感じに書くんだなという、そういう、まあ、これもそうですよね、仕事のやり方の本としてどう,やどういう表現をするかですとか、でこれ、融資について、融、ま、資、あ、についてというのはこれにも書いてますけども、融資についてどんな表現をするかとか、どういう順番で語るかとか、そういうところも研究してます。でこれは動画関係ですね、動画関係。 でまあ、この辺はちょっと健康関係だし、これは写真関係、写真、写真、写真がちょっと続きますね、このデザイン関係、これ、あの2回目読んだりとかしたものなんですけど、あとこの税金関係とか、でまあ、チャット GPT は、まあ、これはですね、まあ、ちょっとネタとしても私出してるんで、チャット GPT でついてる本は、まあ、正直、今、めちゃくちゃ多く出ていて、まあね、いろいろあるわけなんですけど、一通り手を目を通してますね。 だからエンジニアの方に向けてとか、クリエイターの方に向けてっていう切り口っていうのは面白いなっていうのがあって、誰々に向けてとこの翻訳もそうですよね。まあ、そういう本の書き方を学ぶ意味でもこういうのを見てます。こういう消費税だとか、青白申告ですとか、こういう働き方の本っていうのはまあやっぱり目を通してますね。かご自身が専門としているもので、本を書きたい方は、その書きたいと思っている本は 本の分野は根こそぎ読んでおいても損はないかなと思いますよね。そうすると1日1冊で足りるかどうかですよね。<laughs> それプラス読みたい本とかも出てくるんで、だから毎日、まあ、毎日本を読むっていうのはおすすめしてはいます。年に100冊とかだとそういう研究が到底できないので。 でこの辺の映像クリエイターの話とかカメラの話とかで相続と遺言の話とかですねちょっと遺言本っていうのをちょっとまとめて読んでみたりとか、まあ、こんな感じで、ね、同じテーマのもので数冊なり十数冊読んでみるとなんかこうその知識が整理できるっていうのはありますので、まあ、そういった読み方も、まあ、その1冊を早く読めないとそういうのはできないわけですよね。まあ、月に30 30冊 まあ30今月だったら31冊といってもそれだけ読んでるわけにはいかないので今日は読書の日ということで1日当てることもできないしまあ私はできなくはないですけど3日間当てることっていうのはなかなか難しいのでだからそれをね正確に言うと隙間な時間なり移動時間なんかで31冊読めるスピードは持っておかなきゃいけないかなと思ってはいますね。私もちょっとなん こ,この辺りは自宅でじっくり、じっくりと言いますか、こう積み上げて、こう読んだっていう感じにしてますけども、なんかそういう時間を作るプラス、ちょっと曖昧まで読んでいくみたいな。この本なんかちょっと時間かけて2日、2日半ぐらいはかけていましたがね、Kindle で読んでいたんで。で、n d l e は正直この紙の本よりスピードは落ちるんですよ。で、それは今のこの2024年でもそうかなと。 Kindle が出ててもも、10年以上経ってますけどもやっぱ仕組み的にそうですよね、こうやって見開きで読めて、ページめくるスピードもこっちの方が速いんですよね、のスワイプもそれなりのスピードで読めますけども、この目に入ってくるこの情報量っていうのは違うわけで、まあ、iPad で読めばいいんですけど、でも iPad で読んだら読んだで、ちょっと文字だけの本は読みにくいっていうのはあるんで、なんかそういうのはあるんですけども、どこでも読めると、こういう物理的な重さ、大きさがないっていうのは、絶対的なメリットですよね。 昔は旅行行くときに、まあまあ、5冊とか10冊とかですね、そのスーツケースに入れてたわけですよ、本を。本を入れてたわけなんですけども、今そういうことしなくていいし、空港の書店なんかにも行ってましたけども、そういうのもしなくていいわけですよね。だからキンドルは横、まあ、に使った方が使う、お使いになるといいかなと思いますよね。だから私はキンドル読む前から結構このペースで読んではいたんで、まあ、その当時は本当に。 あお荷物が重かったりしたんですけども、それが変わって、あの重さ、軽さと、その読むスピードが若干落ちるっていうのとバイ、バーターですかね。で、私はこの本は読み終わったら段ボールに入れて、基本的に段ボールに入れて、で、ブックオフに、あれしてるんですよ、ブックオフに頼んで、週間に来ていただいてます。で、それを、もう本を読み終わる前に、月末に申し込んでおいて、この間も申し込んで、 まあ大体1万円ぐらいですかね。で、そんなにお金になるわけじゃないですけど、まあ、本をずっと取っておいてもしょうがないんで、その、整理するっていう流れは作っておいた方がいいかなと思います。で、例えば、ブックオフ。ブックオフオンラインで行くと、こんな感じですねあ。ブックオフがいいかどうかっていうのは、また、あれですけども、 まあうん、大体でう他の買い取りのところだと本の中身も見てくれるから高く売れるっていうのは確かにあるんですけど面倒、まあ、くさいじゃないですか面倒くさいんでもういいかなと思ってでその本を読んだところでこの利益を得ていればその投下した時間とお金以上のものをで1対1でそれは考えてないですね1対1で考えると例えば1冊の本を読んで いや2,000円の本を読んで、じゃあそれで利益を出そうと思っても、まあ、出ない本って正直ありますからね。まあ、それは <laughs> その本の良し悪しと別に自分がもうすでに知ってる知識ですとか、そういう関係で、ね、利益が出ないというのがあるんで、私は10冊単位で考えてますね。10冊単位で大体利益出ればいいかなと。10冊に1冊何か光るものがあって、それが役に立てばいいかなと。で2,000円の本を10冊買って2万円じゃないですか。 まあそれで2万円以上のなんかメリットがあればいいかなと思ってます。で、そこでメリットを出してれば、その10冊をたとえ売って、1冊100円だとしても、まあ、まあ別にいいかなって感じですね。戻ってくるだけ <laughs> いいやって感じで考えてます。で、ちょっと、あれですね、マイページ、マイページでちょっとこっちの画面で見て、どんな感じで買い取られてるかって、まああんま中身も見てないですね。 でたまに買い取り値段がつかなかったものっていうので、たまにというか毎回何冊かはありますね。それで何冊っていうのはあるんですけど、ちょっと汚れていたり、まあ、聞くところによると、ブックオフっていうのはもうきれいかどうかっていうので、結構ザクッと判断するっていう話ではあるんで,で、この間は1万1千円ですね。ちょっとこれを出していいのか、<laughs> 出しちゃ悪いってことはないと思う。 この間はちょっと古い本も整理したんですよね。出してまずいのがあるのかどうかだったんですけど、別にその変な本はあるわけではないんですけど、ちょっとこんな感じで見せましょうか。これで1万1000円で、で、あの30%アップとかっていうのがあるんで、そのクーポンが配られてる時があるんで、今はあるのかな今は。 今はないですね。ブックホオンラインクーポンとかで検索すると、クーポンがあったりはするんですよ。今はないかもしれないですよね。クーポン。クーポンで。ありますね。今20%アップですね。このクーポンコードっていうのを入れると、この検索するとなんか出てくるんですよ。でクーポンコードを入れると、申し込むときに。まあ、それで。 それで30%から20%アップとかになって、この辺りでいうと、なんかこの辺の漫画、漫画はこうワンピースとかってキンドル版を買ったら大体売るんで、あれもですね、紙の本は早く出るんだけど、1ヶ月後なんですよ、キンドル版っていうのが。あなんかこう、アコギな商売だなとか思いつつも <laughs>、それに乗っかってますね。私は大体毎週読んでるんですけど、 ネットで、ネットというかアプリで、まあ、妻と娘がまとめて読みたいかなと思って買って、で、キンドル版が来たら売ったりとかしてます。で、この本とか1000円なんですけど、これって元が3000円ぐらいの本だったと思うんですよ。良かった本ではあるんですけど、おお、なんか中古で5000円で出てますね。<laughs> まあこういうのだと僕、僕、あれで出した方が良かったのかもしれないですけど、メルカリとかで出した方がた。 で、この辺もちょっと高い本だったりするんで、ちょっとこの辺のデザイン系の本なんかは7円とかありますもんね。7円とか3円とか。まあ、これが本の内容によるのか、その汚れとかによるのかっていうのは、まあ、何とも言えないですけど、なんか汚れとかも汚れなり折り曲がってたら引くとか、まあ、そういうふうなものも見ているという話ではありますかね。この辺は雑誌関係なんで14円とか、なんかそんな感じではありますね。こんな感じがこう。 全部入って1万1千円っていう感じではあります。あと高い本でいうと、そうですね。うん、なんか本の定価になんか欠けてる感じはしますよね。何パーセントかみたいな感じで、なんかそういう感じもします。 でこんな感じで流れも作っておくと多少返ってきてっていうので整理もできていいかなと思っております。ですので、まあ、読書はおすすめで、まあ、なかなかあの毎日1冊って大変かもしれませんけど1冊読み切るってやったらま大変だと思うんですよ1日それなりの1冊のペースでっていうのでちょっとちょ中長期中期的に考えてえ月で30冊と。でもし、 月で30冊あるから31冊、ね、もしそれに足りないようだったら月末ちょっと多めに読書をするですとかもしくは月末月全体を見てちょっと月末はいろいろありそうだから月書のうちに読んでおくかとかで読書の時間をここに決めようとかしてそういうふうにやってみていただくといいかなと思いますまあ量それなり質か量かって話って何事にもあるんですけどインプットもその 一定の量は必要だと思うんですよ。一定の量があってこその質っていうのはあるかと思いますんで。で私がこの読書をやっている代わりに、やっていないインプットっていうのがあって、まあ、それは、ね、ネットサーフィンだったり、まあ、Yahoo のトップページなんか絶対見ないですし、そのノイズが山ほどありますよね。マイクロソフトのトップページなんかもそうですけども、あとは新聞読まないし、テレビつけないし、テレビつけっぱなしとか絶対しないですね。そうするとそれをインプットしちゃうんで。 でインプット量がもう1日決まっっててるると思ってるんですよで。それを何に使うかっていうのは私は厳選しているつもりではあります。まあ、もちろんですね、テレビや新聞などから得られるものっていうのはあるんですけども、余計なものも入ってきちゃいますよね。本だとこの本を読むっていうことでまず限定できるのが、まあ、その悪い部分もあるでしょうけど、それがいいかなっていうのがあって、で私はまあ好きじゃない著者の本とか読まないですから。 まあでも自分の専門分野だったらちょっと買いますかね。自分の専門分野だったら買いますけど、まあ、それ以外では買わなかったりは、読まなかったりはするんで、なんかそういう感じで、うん偏,偏らせたインプットっていうのはやってはいますかねで。さっきのように私の仕事につながるようなことだけを読んでるんで、まあ、その楽しむ読書っていうのもありだと思うんですよ。で小説は私一切読まないんですけど、まあ、小説に該当するかどうかですけども、の映画を見たり、動画を見たりっていうのは山ほど。 アニメを見たりゲームをしたりっていうのは何かそういう追体験みたいなのはまた小説と違うのかもしれませんけど、うん、やっては山ほどやってはいるんででこの読書に関して言うともうこのインプットっていう感じでやってますね読書を楽しむっていうよりも、まあ、もちろん読んでて楽しいですから読んでて楽しいですしこの方面白いなって思いながらそういう方がいらっしゃったらその方の本全部読むとかっていうのをやったりもしてますしまあ,あ 仕事を依頼する前にそういうのを読んだりとはしたりもしてはいますよね。うい,ういろんな使い方ができますので,で、31冊をどういうふうに使うかっていうことで言うと、まあ、十分余裕は余力はあるんで,で、もしそれで足りなかったら40冊、50冊で読めばいいかなと思いますので、まあ、ぜひやってみていただくといいかなと思います。で、まあ、それをもしインプットを進めたいんであれば、アウトプット、この流れを作っておくって大事ですね。ブックオフオンラインと同じで、 この出てていくく流れを作っておくとだからアウトプットを先にやっておくと、もうこっちが枯渇するわけですから、ここが枯渇するわけなんで、まあ、何かしら刺激を入れなきゃいけないと、じゃあインプットをしなきゃいけないということになるんで、アウトプット先導でやると、そのインプットもせざるを得ないという状況になりますので、インプットも進みます。私がこれだけインプットができているっていうのは、をやってるっていうのはやっぱ日々アウトプットしてるからではありますね。刺激が欲しいというのはあるんで もちろん自分で行動したり新しい体験をするっていうのもインプットであるんですけど、まあ、そのインプットの一つとして読書をやっているとでそれは非常に効率的で、まあ、お金的にも効率がいいし時間的にも効率がいいので、まあ、例えば一、ね、冊の本を15分で読んでそれでめちゃくちゃいいヒントが得られたらそれ効率がいいじゃないですか丸1日何かをやるなり1ヶ月どっかに修行に行くとか1年間学ぶとかってしなくてもいいわけですよね 時間効率からもいっても本は効率がいいのでぜひ、まあ、読書を1日1冊目指していただければ、まあ、毎日発信、うん、毎日読書毎日アウトプット毎日インプットっていうのを、まあ、私がもし弟子弟子を弟子にしてくださいって言われたら、まあ、それを課題として出しますかね、うん、<laughs> それを1ヶ月できたら弟子にしますみたいな、まあ、誰も言わないでしょうけど、うん <laughs> それ,それぐらい大事なことではありますので、ぜひやってみていただければなと思います。効率を考えるんでしたら、読書おすすめですので、ね、そういうことで、まあ、今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました